はい、今日は YouTube の公約企画を行いたいと思います。はい、誰の公約をするかというと、はい、私、松田純です。皆さん、皆さん、何をやるか分かりますよね。僕の方が覚えてない。覚えてるよ。はい、今回やる企画は何？3万円大食い企画。皆さん、大丈夫でしょうか？お腹の調子は、お腹の調子大丈夫でしょうか？もう全然いけますね。いける？食っちゃいましょう。食っちゃいましょう。はい。これは、これは、これは、いくよ、いくよ、大丈夫？いくよ。ということで、レッツスタート！闇鍋？え？闇鍋？せーの、ハッピーバースデー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 、やったー！何歳になったんだ、二人。22。あ、そう、俺かわいい。俺は、20歳。りっくん、もしかして俺20歳。20歳。20歳くん、20歳。かわいい。今年の抱負というか意気込みをちょっと教えてください。お願いします。どんな一年にしたいとか。今年はもう、なんといっても INI のデビューの年になると思うので、そうですね、もう、ぶちかましたいなと。やっちゃって。はい、いい人は？まあ、めちゃくちゃ同じですけど、まあ、デビュー曲大爆発して、あの日本で1位になりましょう。その年のね、アーティストになりましょう。さあ、はい、ということで今回はね、誕生日ということで、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。特別にね、2人に今回はお願い、お願いを、ごとを叶えてあげようと思います。じゃあ、嬉しい。お願いごと、やった、はい、ということでね、マジでメンバーにやってもらうこと、やってもらいた、やってもらいたいことを3つ。3つも。3つまでいいんすか？叶えれます。3つも。何でもいいんですか？できる、できること、できることなら何でもいいと思う。できることなら何でもいいんですね。そう、うん、そうそうそう。ルール、ルール、ルール詳しく説明できる人いる？はい、ルールはですね、はい、はい、まず、リストとキョウちゃんに3つお願い事を決めてもらいます。はい、そのうちの1つは長期的なこと、なんか大きいことですね。なんかここではできないこととか。で、2つはなんかここですぐにできそうなことをの合計3つを決めてもらいます。よし。じゃあ、はい、その3つを紙に書いていただくんですけど、それを誰にやってもらうかは、リヒトとキョウちゃんは決めれません。おー、はい、おどうやって決めんの？はい、僕たちがくじ引きで、はい、自分らで事前に番号を決めて、うん、で、ここにくじがあるので、うん、その番号を引いて1番やったら、あ、1番の人は、はい、誰誰に、はい、そこのくじを1、2、3番の引いてもらって、お願い事を叶えるという感じの。おー、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。あ、じゃあちょっとこっち見えないね。はい、レディゴー。おー、イエー。何番？番号。おー、何番？あ、オッケー。おー、あー、いいね。おー、どう？お、はい、はいはいはい、それいいか。はい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 、ありがとう。うわー、えぇー、そろそろ
その数字好き？マジか、いや、びっくりと思わなかったから。あ、じゃあもう、今日好きから、じゃあ引いちゃいますよ。番号、番号からか。いけ M1。 おー、7番が2番。はい、1は肩叩き。30秒くらいでいいですか？ほらほらほら、わがまま言ってもいいけど。やってくれたら聞くやん。じゃあ今回は特別に30秒で。はい、カメラマンが終わったら。これめっちゃ気持ちよな。めっちゃ気持ちいい。これめっちゃいいですよ。これ概念がラスト10秒数えましょう。せーの、長期的なお願いは、はい、はい、一番得意な手料理を振る舞ってもらう。うわー、超得意よ。ちなみに得意料理とかあります？ちなみに確かに何でもどんとこいよ。じゃあ京介の振る舞ってあげたいものは、振る舞ってあげたいもの、やっぱ京介甘いもの好きじゃん。あ、好きだね。だからスイーツ系を。めっちゃいいやん。やった、スイーツ男子だ。ハマトー男子ね。今は、今の気分はしょっぱい系が食べたい。おお、だからチャーハンで2つ2つ、うん、2つ作るわ。しょっぱい系とデザートの。ごめんな、なんか俺だけ今日好き。叶えたらね。うらやましいわ。わかりたかった。お楽しみに。これが最後なんで、じゃあ2番になります。まあ2番ですね。はい、2番。でも目つぶって、チャラチャ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 チいや、まぁ、あ、ちょっと、京さんはちょっと、京さん最初、まず最初に僕最近マジで会ったのが、最初に本当に会った時、京介さんって言ってたんですよ。覚えてますか？言ってためちゃくちゃもう本当に歌うまくて、で、もうめっちゃなんかとりあえずもう、いっぱい絡んで仲良くなろうと思って、めちゃくちゃ話しかけて、今でも京ちゃんとかめちゃくちゃ、なんだろう初めて、なんか一番の思い出はやっぱもういつも俺がガシャーって言ってるような、そのどっちその一番そっちに向かってる。これから多分もう濃ゆくなっていくから、そっちの方がでかいかもしれない。なんか一応今はもう本当にもう毎日だるがらみしてるっていう思い出が。ああ、なるほどね。それをそれが楽しい。食べてる近くはあるの？だるがらみ。あります。どんなだるがらみがあったの？まあ、例えば、多分みんな多分経験あると思うんですけど、はい、あでもダンスとかの練習中あるじゃないですか。ここで踊ってくるんですよ。至近距離でね。めっちゃいい。パーソナルスペース。やめてって言われた。そんな感じでいろいろ。はい。オッケー。ありがとうございます。あ、全然もう。目つぶってやろう。目つぶってしましょう。はい、じゃあ目つぶってしまったよ。予想外になりそうだね。お願いします。いきます、せーの。おい、2番ナンバー2は2番です。俺だ。
んで、これが何くんのか分かんない。さあ、せーのがーそい。じゃあ、来るぞ来るぞ。怖すぎて重いのが来るぞ。これはちなみにどちらですかね。これは長期的な圧です。なんだ、これはちょっと嬉しいな、ヒロ。なんかのローも払い続けて。せーの、じゃあ、こちら。T シャツを作ってください。なんだろう、まあ、なんかそのデザインしてプリントしてほしいし、まあ、単純に普通に外でも着れるようなかっこいいに仕上げてほしいかな。僕はもうレヒとも私服も散々見てきてる。好みは大体もう分かる。ハーフ組。ああ、完璧やん。え、俺も欲しいな、T シャツ。俺も欲しい。じゃあ俺も欲しい。ありがとうございます。ありがとうございます。もうリフトの特別感なくなる。そう。別の T シャツ。じゃあまた。じゃあリフトの限定色で。限定色。いいね。めっちゃいい。これ本当にじゃあちゃんとやんなきゃいけないやつじゃん。お願いしますよ。はい。マジで楽しみ。楽しみやん。ありがとう。お願い事、こちらです。で、即興で僕に手紙を読んでくれる。まあ、翔吾くんなら俺と思い出あるはずなので。いや、めっちゃあるこれ。できますよ。前行こうか、ここで。じゃあ、翔吾くんお願いします。はい。大好きなリヒトへ、誕生日おめでとう。ありがとう。20歳、本当によくここまで頑張りました。今こうして直接リヒトと、リヒトの誕生日を祝うことができて本当に嬉しいです。誕生日はまあ、今日で終わります。明日からまた、新しい20歳の日々が始まりますが、はい、どうですか気持ちは。まあ、まあ、じゃあ手紙だから今度読むと思わなかったの。俺帰ってきたんだけど、だからちょっと本当だったらなんかリヒトが俺の手紙をこうやって一人で読みながらなんかそれどうですかって聞いて、あ、なんか考えるみたいなやつを想像してたんだけど、なんか俺がこうやって、え、俺は言わなくてもいいのかな。いいよ。おお。で、まあそれは置いときますね。はいはい。まあこうやって今会いないで11人で毎日過ごしてるけど、本当になんか楽しい日々ですな。これまで本当に辛いこともたくさんあったと思うけど、こういったオーディション番組でデビューして新しい一歩を踏み出してもうここにいるんだから、頑張りましょうね。頑張ります、はい。あとはまあ今、まあ、リヒトの好きなところとかも多分いっぱい言ってるからあれだと思うんですけど、これからもなんかそうですね、末永く来年も再来年もずっと誕生日祝わせてください。本当に最後に誕生日おめでとう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。さあ、次がラストかな。はい。これ最後じゃなかったですよ。よっしゃ、行こっか。じゃあラスト、行きます。せーの、はい。8番ははい。佐野雄大にやって、最後頑張った。頑張れ頑張れ。いきなーまずね、はい、サクッといけるやつだ。いけるやつだ。いけるやつなので、いけるやつです。なのでお願いします。はい、せーの、バン。
リヒトに似顔絵描いてください。何秒とかは、ちなみに何秒でとか。じゃあ1分で。1分で早い、ね、はい、じゃあ1分でお願いします、雄大くん。ああ、長年の付き合いやからな。1分もかける。おぉ、長年任せろ。まだ1年未満だけど、お願いします。はい、よっしゃ、いきますか。いきましょう、はい、よーい、スタート。数えて、数えて、数えて。3、4、そうやってる、数えて。できました。はい、行きました、行きました。じゃあお願いします。すごいね。はい、行きます。はい、はい、せーの、はい、今の似顔絵か。でもまあ可愛いから100点。うおー、やったー、これもちょっと可愛いから100点。それ T シャツにプリントしていい？あ、ちょっと、はい、ちょっとめっちゃ手抜くやん、俺の例の。嬉しい、ありがとうございます。はい、ひょうちゃん、りーくん、サプライズ喜んでもらえましたか？はい、ありがとうございました。よかった、いい感じで。ありがとうございます。感想なんか一言ずつ。いや、ちょっと肩叩きもうちょっとやってもらいたかった。心残りが。あ、ありがとう。いつでも終わったらお願いね。はい、僕もね、あの似顔絵だったり T シャツだったり思い出だったりなんか面白い感じでやってもらえて嬉しかったです。ありがとうございます。はい、よかったです。さて、次の誕生日は10月生まれのメンバーですよね。おー、はい、はい、10月生まれの人って挙げて。はい、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 じゃあまさにから何月何日でしょうか。僕は10月10日です。あー、はい、じゃあ今日もずっと。そして、じゃあ、10月10日でーす。あ、すごい、同じ日だー。すごいね、同じ日だ。トト兄弟です。トト兄弟、トトで覚えてください。トトで覚えて。俺も近いんだよね。ショークさんが10月13日でーす。短かったー、短すぎー。MJ は10月30日でーす。おー、